性子ども子育て支援法というものです。基本理念としては子ども子育て支援給付その他の子ども子育て支援の内容及び推進は全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって良質かつ適切なものであり、かつ子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものではならないというふうにあります。この養護無償化というものは今回いきなり始まったわけではなくて段階的にしていくというふうに政府としては言っていました。それが2017年の年末に消費税を2019年10月からもう上げるよと、そういうことで、新しい経済政策パッケージというものを日本政府が発表します。その中で消費税 10% の引き上げと同時に無償化を方針として決定するわけです。ところがこの2017年の12月の時点では無償化の対象はあくまでも認可施設に限るんだと日本政府は言っていました。この認可施設というのは幼稚園、認定こども園、そして認可保育所、この3つです。ところがこれに対して幅広い層から反対の声が上がりました。なぜかというと私だって私の子供だって認可保育園に預けたいんだと、でもいっぱいだから待機児童になって仕方なく認可外保育園に預けているんだと、なぜうちは対象外になるんですか、消費税はみんなが負担するものでしょっていうようなことが国民の中から幅広く聞こえたということで日本政府は考え直します。それで2018年去年の1月から5月にかけて、専門家らを中心にした検討会というものを開くんですね。でこの中で、反対の声が上がった認可外保育施設あるいはベビーホテルですとか、幼稚園類似施設と呼ばれる、様々な関係者、設置者、保護者など当事者からの声を聞くヒアリングというものを開催しています。これは計7回行われました。その結果が昨年の5月に出たんですけれども、その結果待機児童の解消の観点から認可外保育施設もこの養護無償化の対象としていこうということになりました。ただしこの認可外保育施設に関しては保育の必要性がある保護者に限るというような条件がつきました。ただですね、これ1ページ目の括弧の中に書いていますけれども、ここで私たちの立場として本当に許せないことが、この検討会7回も開かれたんですが、私たち外国人学校の幼児教育施設の関係者は売り誘致を含めて一切呼ばれもしなかったし、調査も訪れてきませんでした。そのためこの、検討会の調査報告書において、この外国人学校の幼児教育施設に関しては一切何の言及もありませんでした。つまり私たちは最初から調査もされず排除ありきだったというふうに言えるわけです。もう昨年の12月28日なんですけれども、幼児教育、高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針というものが関連閣僚会議の合意として出ます。各種学校の幼児教育施設がこの養護無償化から除外された理由として政府はこのように挙げています。1番目として、各種学校の幼児教育施設は学校教育法1条の学校とは異なり、個別の教育に関する基準はなく多種多様な教育を行っているため除外したこと。で、2番目として児童福祉法上認可外保育施設にも該当しないため無償化の対象にならない、このような2つの理由をもって日本政府は各種学校の幼児教育施設をこの養護無償化の制度から除外したまま今年の5月10日になって改正子ども子育て支援法、幼児教育保育の無償化の事項として成立させてしまったわけです。ですので現時点で法律によって売り誘致論を含む各種学校の幼児教育施設は対象外となっているという状況があります。昔から本当に日本の幼稚園指導監督基準あるいは指導要領などをもとに
幼稚園、幼稚園のカリキュラムを組んで、幼稚園に準じた、あるいは幼稚園に類する教育を行ってきたということで、実際に幼稚園教育類似施設保護者補助金という形で保護者補助金が出ている地域もあるように、本当に幼稚園としての教育が担保されている施設であると、本当に対外的に、しかも日本の自治体などからも認められた、そうした施設であるんですね。ですので私たちがやっぱりこの売り誘致版のことを語るときには、やっぱり幼稚園として語るべきで、そうしたときにこの表で見たときに、本来であれば共働き世帯であっても、専業主婦の家庭であっても、幼稚園を利用しているとして月 2.57 万円の補助が出てしかるべきであると、そういうふうに考えられるわけなんですけれども、今回の制度においては博士学校であるという理由で除外されてしまったというところです。でこうした事態を受けて、私たちもこの高校無償化からも除外され、しかも幼保無償化からも除外されてはたまらないということで、どうにかこの制度に乗っかる方法はないかということで、いろいろな形で模索してきました。その場、そうしたところ、ここで見たときに、利用の中に認可外保育施設というものがありますね。でこれも先ほどから出ていますけれども、認可外保育施設の利用者に関しても保育の必要性の観点から、また、実際には保育の受け皿になっているという、そうした現実を見て幼保無償化の対象とされたところがあります。そしてその、認可外保育施設というものは、実際にどういった施設が認可外保育施設と言われているかといいますと、1日4時間以上で、週5日以上、そして年に39週以上親から離れて子どもを保育している施設、これを認可外保育施設と言います。今の3つの基準から言うと、売り誘致をもそれに該当しますよね。認可外保育施設というのは届け出制です。なので届け出をすれば認可外保育施設としての実態があるというふうになりますので、じゃあ売り誘致をも認可外保育施設として届け出をすれば、もちろんこの対象となるのは保育の必要性がある親に限られるんですけれども、それでもこの制度に乗っかることができるんじゃないかということで、認可外保育施設としての届け出というものを模索するに至りました。実際に今年の4月、まず東京都内にある売り誘致法が6つあるんですけれども、そのうちの4つが、届け出をしようということになりました。まず提出したのは東京都イルと東京都サーです。その後東京都ルと西東京都 B が提出しました。最初に提出した東京都ルと東京都サーの届け出、これは受理されました。で届け出受理員が押されたものも東京都村加藤の方に転送されてきました。転送されてきたんですけれども、後に出したチェリュット、西東京、チェリーに関しては何の音沙汰もないので問い合わせたところ、実は先ほどの2つの受理は誤りであった、取り消したいと言ってきたんです。そして後ほど出したチェリュット、西東京、チェリーに関しては届け出は受理できないというふうに言われました。で、この受理されない理由というものなんですけれども、昨年の12月に博士学校の幼稚園を除外するという方針が出されたと言いました。その後にその除外の方針を固めるために、各都道府県に対して、児童教育法を施行規則の一部を改正する省令の公布についてっていうものを、厚生労働省の子ども家庭局通知として出しています。これはどういうものかというと、簡単に言うと、結局去年の12月に出された政府の各種学校除外の方針を固めたものです。同じような形です。ですので各種学校の幼稚園に関しては認可が保育施設に当たらないため、届け出が出された時にはそれを留意することっていうのが書いてあります。専門的に言うと、これ技術的助言ということで、
実は都道府県はこれ従わなくてもいいんです。技術的助言であるのでアドバイスではなくて、ただこれは高校無償化制度における 3.29 通知、2016年に出されたものなんですけど、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、各都道府県に対して文部科学省、そして加瀬博さんなんですけれどもが、各都道府県においては朝鮮学校に対して補助金を出すときは留意しなさいよみたいなことが書かれてありますね。従わなくてもいいけれども、それをもとに実際に部品発表に対しての、補助金を支給停止にしたり削減をしたりっていうところが従ったところも多かったです。というように今回は厚生労働省の方で売り誘致音が認可外保育届の届け出を出した時にはちょっと考えなさいよっていうことを政府としてやってきたというわけです。でこれに基に東京においても最初はそれ気づかなかったんですよね。だから2号は認可してしまいました。ところがそれは取り消すと言ってきたということがありました。それが今の現状ということに。今回ですね、各中学校の幼児教育施設とともに幼稚園類似施設と呼ばれる施設の、皆さんが除外の対象となりました。でこの幼稚園類似施設というのはどういう施設かといいますと、幼稚園の設置基準などがあるんですけれども、それには満たない。どういう理由で満たないかというと、幼稚園教諭免許を持っている人が、足りないとか、あるいは園庭を持っていない、あるいは森の幼稚園などの幼稚園があるんですけれども、その幼稚園は自然の中で教育をしたいということで、こういうふうに教室を持ってないんですね。なので幼稚園の設置基準には満たないけれども、きちんとした教育をやっている。あるいは日本の中でもやはり障害を持っているお子さんで認可幼稚園などに通えないっていう実態があったりするんですね。そうした子どもを受け入れようとして、幼稚園の設置基準ではなく、その障害のあるお子さんが通いやすいような設置基準を設けて子どもを受け入れている、そして幼稚園のような教育をやっているっていう施設があるんです。そうした施設が幼稚園類似施設というふうに呼ばれているんですけれども、そうした施設の皆さんも除外されています。ただこの皆さんもやはり日本政府に対して私たちをなぜ除外するんだということで声を上げたところ、日本政府としてはこの幼稚園類似施設の皆さんに関しては今後何らかの支援策を地方自治体、その幼稚園がある地方自治体との連携のもとやっていくというふうに決めているんですね。でこの幼稚園類似施設というのはまさしく類似施設ですので、この売り誘致をもその枠組みの中にどうにか入れられないかということで今、活動を行っているところです。で先月7月の中旬にこの保護者連絡会というものを発足させて、関連する省庁への要請行動なども行ったり、あるいは国会議員などのへの要請活動、協力要請なども行っています。今さまざまな形で関連省庁に対して要請活動をしています。そして8月の初めになるんですけれども、8月の5日に関連省庁である内閣府、文部科学省、厚生労働省に対して売り貯村誘致をはじめとする外国人学校の幼児教育施設もぜひともこの幼保無償化の制度の対象として認めてもらえるように、そうした要望書も出しました。というところで私たちがじゃあどのように活動を行っていけばいいかというところなんですけれども、次はですねやっぱり国会議員ですとか関連省庁に対して全国規模で発足させた保護者連絡会のみならず、やはり地方レベルでさまざまな取り組みを行っていく必要があると思うんですね。でこれ多分皆さん の LINE アット、埼玉の LINE アットとかでも流れたかと思うんですけど、志木市で、対象外施設でも補助という形で、こういう記事も埼玉新聞で出ました。これはまさに幼稚園類似施設に対して、その志木市にある幼稚園類似施設、また志木市に住んでいるその保護者に対して、ここはですね2万4000円を上限に保育料を全額補助するという形でやっていますけれども、こうした取り組みというものに売り発表を乗っけていく、これは本当に地方レベルでこっそりとではないですけれどもやっていけることであるんですね。認可外保育施設、そして届け出
てが、保育の必要性がある親だけでも対象となるから認可外保育施設にしたらどうかっていう話もあるんです。ただこれは実際のところ、厚生労働省などにも問い合わせたところ、最初はですよ、去年の時点では各種学校であり認可外保育施設、この両方を兼ね備えるというのは OK って言ってたんです。各種学校が認可外保育施設として届けてもいいですよっていう話をしてたんです。そういった話もあったから東京 JL と東京諸村派合が認可外保育施設としての届け出をしたわけです。ところがやっぱり政府がどうにかしてこの売り発表を、売り誘致音を除外したいっていうようなところがあったんでしょうね。今年になって4月になってそのダブルはダメだっていうふうになったんです。で実際、売り発表ではないんですけれども、ブラジル人学校の中で認可外保育施設であって各種学校っていう幼稚園があったんですね。幼稚園、幼稚園があったんですね。そこに対して本当にひどい話なんですけれども、県の方からこの各種学校と今認可外保育施設ダブルで登録してるけれども、認可外保育施設としての、届け出を取り消しなさいって言われたらしいです。でそのブラジル人学校の施設はあんまりこの養父無償化の制度のことが分かってなくて、あ、取り消してもいいんだ、じゃあ取り消しそうということで取り消したんです。で取り消したことによって認可外保育施設としての届け出でいろいろ面倒くさいこととかもあるんですよね。設置基準がどうだとか守っているかどうかっていう項目があるんですけど、そういう追加書類を提出しなくてよくなったので手間が省けたラッキーぐらいに思っていたところ、この届け出を取り消されたことによってこの10月からの養父無償化の対象外となってしまったっていうのに後になって分かって本当にびっくりしてるっていうところ、本当にそうしたひどい取り扱いが各地で起こっているので、今後の展開としては私たちがそうしたブラジル人学校などを含む私たちと同じように除外されたインターナショナルスクールなどの各種学校の幼稚教育施設と連帯していくというのが必要だと思っています。ただこの各種学校である諸村誘致音という体系はやはり守らなければいけないと思っているんです。それはこの各種学校であるというのも私たちが獲得してきた民族教育の権利の一つです。皆さんご存知の通り、朝鮮学校は各種学校としても認めてはいけないという文部次官通達というものがあったんですけれども、それを突っぱねて東京都の美濃部知事が、東京朝鮮手派を各種学校として認めて、それから全国各地に朝鮮発教を各種学校として認めるという動きが出てきましたよね。そうして認可を受けて各種学校としての地位を得て、そして各種学校として持ち得る権利を本当に発表の皆さんが一つ一つ獲得して、今では交代で高野連なども全て出られるようになっていますし、そうした獲得した権利を全て放棄して各種学校として認可を取り外すのであれば認可外保育施設として認めるよって今日本政府は出てきてる。ダブルはダメよって言ってる。本当にひどい話だと思うんです。そしてそうしてまで苦労して認可外保育施設としての届け出をやったからといって全てのハップモが対象になるわけではない。本当になんていうかこう還元ですよね。私たちについて本当にこの歴史性を無視している。またこの養父無償化というところで、本来であれば幼児教育、質の高い幼児教育を受ける主体というのは誰かというと子どもなんですよね。子どものための制度となっておらず、本当に親を基準に親のためのばらまき政策だというのが本当に分かると思うんですけれども、そうした幼児教育の観点があればですよ、あれば売り誘致論に対しても実際に来て見て調べてこの幼児教育の質が担保されている、しかも施設的にも何の問題がないということが分かって絶対に含めるっていう、そういう結論に至ると思うんですよね。だから本当に今回の制度は本当に日本政府が無茶苦茶なことをやっているというのが一つはあります。そしてその無茶苦茶なことをやりながらこの売り誘致音を
いわば他の外国人学校の各種学校の幼児教育施設を巻き添えにしながら一律除外にしようとしているっていうところがあるんですけれども、私たちはそうした中からできることを探して今のところは幼稚園類似施設としてどのように食い込んでいくか、また地方レベルでどのような形で今削減停止除外そうした声しか聞こえないところどういう形でより幼稚園の保護者に対して補助金を獲得していくか本当に知恵を出していかなければいけないところだと思っています。みんなこれから埼玉のみならず大阪、長野、愛知等々保護者会が続々と発足して運動を展開していくんですけれども皆さんと力を合わせてこの問題もう1ヶ月なので短期決戦です。短期決戦でどうにか成果を上げてこの10月からの施行の時に私たちが完全に除外という形でないような形でこの制度を迎えるように皆さんと一緒に力を合わせて頑張っていけたらと思います。報告としては以上です。